東北の高校生を応援したいという思いで、始めたプロジェクトです。科学と技術の会社です。科学技術を大切に大切にしているし、次世代の皆さんに何がお手伝いできるかということをいつも大切にしている会社です。科学コミュニケーションというところを大事にされていらっしゃる科学未来館さん、そしてまさに東北の中心で研究を第一にされている東北大学さん、こちらと3社で一緒にやりましょうということで、ご講演をいただいて、今回 Google サイエンスフェア in 東北というプロジェクトになりました。東日本大震災の影響からエネルギー不足が叫ばれています。以前から私は実際の花の研究を行ってきました。研究テーマはゲージの謎に迫るゲージの自説と歩行速度についてです。グーグルさんと一緒にやらせていただいたおかげで東北地方の高校生を対象にいろいろ科学と社会の関わりを考えてもらうという機会をいただいたので、非常に未来館にとっても意味のあったことだと思ってます。私たちは福島の抱える問題を福島さんの三日月も用いて解決できないかと考えました。いろいろな人たちに科学の面白さを知っていただくということで意義深いと考えて、東北大学として協力させていただきました。仙台第二高等学校の山中美恵です。今回このようなありがたい賞をいただき、本当に自分でもいただけると思ってなかったので大変びっくりしています。ありがとうございました。終わってみたら私たちがたくさん勉強させてもらった、そして高校生の熱い思いと素晴らしい力に触れられた、素晴らしい一日だったかなというふうに思います。